カセットテープを使ったこんなものまで作った人も現れました。音楽エンジニアのジェレミー・ベルさんです。台の上に貼ったテープにヘッドをこすることで DJ のようにスクラッチ演奏ができる装置です。動画をネットに投稿したところ大きな反響があったということで、ベルさんは商品化を検討しています。